体罰の一種。罰を受ける者は2列に並んだ兵士の間を通り抜けるように強制され、通り抜ける間に、両側の列の兵士が、棍棒や鞭で殴っていく者。中世以来のヨーロッパの軍隊での刑罰として、アメリカインディアンの部族における刑罰として、また、アメリカ西部開拓時代における死刑として用いられた。この刑罰は、現代に至るまで、 囚人に対する暴行など様々な目的で、そして様々な場所で死刑として行われている。例えば、ブラジルでは、ポーランド回廊になぞらえられて表現される。古代ローマにおいて、すでにこのような刑罰が存在した。ローマ軍では見張りを怠った兵や脱走した兵に、対し、フストアリウムという刑を課していた。罰を受ける者は、ローマ軍にふさわしくないとして、 軍装を脱がされ、仲間たちの信頼を裏切ったとして、仲間たちの手により枝や鞭で死ぬまで撃たれた。仲間の手により処刑されるという刑の効果は、後のガントレットに匹敵する。また、軍団全体に対する刑罰としては、軍団のうち10人に1人が選ばれ、残る10分の9が選ばれた10分の1を囲んで、棍棒などで殺すよう強要されるという10分の1、刑も存在した。 ヨーストアンマンの出版したフロンツェバーガークリッグスバッチの規範が差しエスパイアスガスの間を通らされる兵士ガントレットという刑罰はヨーロッパの広い地域で行われ、また長い歴史を有するため、地域や時代によって数々の違いがあり、一概に述べることは難しい。以下、一般的なガントレットの刑罰について説明する。 仲間の兵に殺させるという刑罰は、ローマ以後のヨーロッパの軍隊にも見られる。これがガントレットであった。罰を受ける兵士は軍装を脱がされ、二列に並んだ、兵士の間を通らされ、棍棒や、鞭や矛や槍を持った仲間たちに殴られた。その間、剣を持った、下級士官が罰を受ける兵士の前を歩き、罰を受ける兵士が殴られる間、走り抜けられないように、した。 罰を受ける兵士が手首を縛られて、列の間を引きずられる場合もあれば、殴られる代わりにつかれる場合もあった。また列をなす兵士に対し、尖った武器の使用を禁じる規則や、片足はその場から動かさないという規則がある場合もあり、罰を受ける兵士に対して、手で頭を守って良いと認める場合もあった。この刑罰は死に至るまで行わなければならないものではなく、 その場合は歩けなくなったところで、罰は終わった。ガントレットは、仲間の兵士の間で行われるものであり、男らしく仲間たちに制裁されると考えることも、できるため、囚人監視のさらし台で撃たれる刑と比べると、不名誉な刑ではないと考えられていた。軍隊によっては、ガントレットの間を走り抜けて、反対側へとたどり着けた場合には、 過ちは償われたとみなされて部隊に戻ることを許される場合もあった。しかし反対側にたどり着いても、また列の間に戻され、ガントレットの間を死ぬまで歩かされる場合もあった。プロイセンの騎兵の場合は、無知の代わりに、白車で罪人を撃った。フランスの軍でもガントレットは、一般的な罰であり、特に窃盗の際などに課されていた。 イギリス海軍にも、窃盗の際には、ガントレット同様の刑があり、カットラスを持った、菓子官が罰を受ける兵の前を走れないよう塞ぎ別の、菓子官が兵を、後ろから押し、ロープを編んで、無知のようにしたものを振るう、仲間たちの間を歩かせた。また、士官学校の訓練や仕事として行われることも、あった。ガントレットという英単語は、 フランス語由来の同じ綴りの単語とは無関係である。おそらくスウェーデン語のゴットロップが30年戦争の間にイギリス軍兵士の間に持ち込まれたものであろう。こうした刑罰はドイツやオーストリア、特にプロイセン王国の軍隊においてスパイアスルーテンロフェンと呼ばれて続けられた。ロシアでも19世紀までこうした刑罰があった。 スウェーデンでは18世紀まで軍隊のみならず、一般人に対してもこうした刑罰が行われていた。アメリカインディアン部族のうち、東部森林地帯の色濃い連邦文化圏に属する部族のいくつかが、2列に並んで棒を持った人々の間を捕虜に走らせるというガントレットによく似た儀式を行った。捕虜である敵部族員が無事走り抜けられれば、 イロコイ族の部族員として迎え入れられた。イエズス会の宣教師で後に劣勢されたイサクジョゲは、1641年にイロコイ族に囚われていた時期に、刑罰的にこの儀式を受けた。ダニエル・ブーン、ウィリアム・クローフォードなどもインディアン部族に囚われた時に、この刑罰を受けている。インディアン寄宿学校では、脱走したインディアンの子供にこの刑罰を課す場合があった。 これは、ホットラインと呼ばれた。ありがとうございます。